峠は越えました。非常に衰弱してはいるものの、もうしばらく休めば意識を取り戻せるでしょう。アウグストゥスの分析作業も順調です。ただ少し気になる点がありまして。はい。サンプルには香りを付与する成分の他に異常な元素力が含まれていることが分かりました。元素力？今は何とも言えません。元素力といってもごくわずかで、一滴の香水を海に落としたようなものです。ここ数年で新たに登場した検出技術を使い、ほんのわずかな痕跡を発見できた程度でして、元素力に異様に敏感な人でなければ10年使い続けたところで何ら影響は出ないでしょう。先生が意識を失い衰弱しているのは果たして元素力のせいなのか、それとも他の成分のせいなのか、現状では安易に結論を下せません。そういえばティナリは会いに来たか？あいつにも一緒に見てもらったらどうだ？いえ、昨夜伝言が届いてティナリさんは教練院へ調査に行ったと聞きました。ですが新しい情報はまだ何も届いていません。そっか、先にお前に会いに来ると思ったんだけど。エミリエさんはいる？あ、旅人にパイモン、お前たちもいたのか。知ってる人がいてよかった。コレイ、ああ、ティナリさんのお弟子さんですね。いつも話を聞いています。お会いできて嬉しいです。あと、そう固くならないでください。私のことは気軽にエミリエと呼んでいただければ。ああ、わかった。私も会えて嬉しいよ。エミリエ。コレイはティナリに頼まれてきたのか？うん、師匠たち昨日の晩から数十年分の名簿を調べてて、今もまだ休めてないんだ。それで私の方が足が速いからとりあえず知らせに来たんだけど、残念なことに今の結論としては教練院にビジャーヤという名の学者は存在しない。師匠もその可能性について考えてた。でも名前だけじゃなくて似たような研究や経歴から調べても該当する人物が見当たらないんだ。そんなことって？ええ、その可能性は非常に高いですね。彼女の素性を知るにはおそらくあの二人に話を聞くしかないでしょう。おい、ルシアン、シルバンだ。まさかまたキリアが現れたのか？そんな、ホテルを出入りした人は誰もいなかったのに。ドアに鍵がかかっているのでしょうか。ここには誰もいない。ルシアン、おい、ルシアン。シルバンの声だ。隣の部屋に。ルシアン、ルシアン、おい、目を覚ませ。エミリエさん、なあ、弟はどうしちまったんだ？エドガーみたいに気を失ってるだけなんだよな。申し訳ありません、シルバンさん。今回は間に合いませんでした。ああ、そんな、どうしてこんなことに。旅人さん、コレイさん、
今の彼は気が動転しています。これ以上身内の遺体を見せない方がいいでしょう。隣の部屋に連れて行き、彼のそばにいてもらえますか。うん、任せて。ええ、お願いします。シルバンさん、私の手を取ってゆっくり立ち上がってください。ここは私たちに任せて、ひとまず息を整えましょう。コレイさん、お願いします。昨日までどしっと構えてた人があんなにうろたえるなんて。あいつ、いい人とは言い難いけど、やっぱりかわいそうだよな。罪人であれ善人であれ、身内の死によって受ける苦痛は同じです。共に暮らした記憶、共に経験した苦楽、いずれもこの先は残された者の記憶の中にしか存在しなくなります。キリア、もし犯人が本当にそいつなら、ルシアンに一体何をしたんだ。死人に口なし。彼の言葉の代わりに痕跡に頼るしかありません。私はまず現場を保存します。旅人さんは先ほど言った通り、治安官への連絡をお願いできますか。昨日の事件が解決してないのに、また今日もこんなことが起こるなんて。エミリー、君は経験豊富な法医学者だと聞いた。何か気づいたことはないか。私は法医学者ではありません。関連する知識にたまたま触れたことがあるだけです。ですが、遺体の温度と硬直具合から判断して、事件は昨夜のうちに起きたと考えられます。もっと手がかりを得るには、さらに調査を進める必要があるでしょう。それじゃあ君に頼めるだろうか。ティナリが離れる前にこう言ってた。万が一の事態となれば君の判断を信じるといいと。はい、信頼いただき感謝します。では早速始めるとしましょう。調査は早ければ早いほど効果的です。何しろ痕跡の多くは時間とともに薄れてしまいますから。オイラたちも手伝うぞ。遺体のことはよくわかんないけど、他の手がかりを探すのはオイラたちに任せてくれ。窓もしっかりし、一通り調べたな。シャムとエミリエに報告し、どうだ、何か見つかったか。オイラが書いてやるよ。隣の部屋から入ろうとするとシルバンを起こしてしまうんじゃないか。まさか彼が自分で弟を。弟を失った時の反応は演技には見えませんでした。それに彼にはそんなことをする動機がありません。じゃあ夜に一体何が起きたんだ。シルバンを刺激したくはないが、ここは彼に証言してもらうほかないな。そうですね、私の方でも新しい発見がありましたので、隣の部屋へ行って説明しましょう。
シルバン、昨日の午後から今朝まで弟さんと一緒に何をしてた？怪しいものや音を見聞きしなかったか？エドガーがキリアに襲われてから俺と弟は奴を警戒してた。だから部屋に帰った後に話し合って廊下とつながるドアに鍵をかけたんだ。万が一どちらかの部屋で何かが起きたら、もう一人が部屋の間のドアから助けに行くことにしてた。だが昨日の夜は物音一つ聞いちゃいない。なのに朝起きてドアを開けたら、ルシアンが。つまり昨夜隣の部屋に変わった様子はなく、この部屋を通った人もいないってことか。部屋に争った形跡はないし、ルシアンには外傷もない。死因は一体？それについては遺体の様子、つまり瞳孔が開き皮膚が赤らんでいた様子から推測できるかもしれません。昨日襲われた直後の先生とよく似ています。ですが口や鼻の中にそれらしき液体は残っていませんでした。無理やり飲まされたわけではなく、無意識のうちに一定量のアウグストゥスを吸入してしまった可能性があります。アウグストゥスを？ありえない。アウグストゥスを嗅いだところで死にやしない。ましてやたった一晩の話じゃないか。そういう意味じゃない。おいエミリエさん、あんたはアウグストゥスを検査したんだろう。毒性がないことははっきりしてるんじゃないのか？確かに一般的な毒素は見つかりませんでした。ほら、そうだろ。アウグストゥスは無害なんだ。かつてのフォンテーヌ史上がそれを証明してる。大多数の人間にとってはそうだな。先生。あ、エドガー、もう起きて大丈夫なのか？エミリエのおかげで命拾いしたよ。シルバン、真実とは包み隠せないものだ。エドガー。もうあと10年、20年と隠し通せたところで、キリアは我々を許してくれるだろうか。いや、イエレーナを思う彼は決して我々を許さないだろう。ビジャーヤの本当の名だ。彼女はスメールの学者などではない。スネージナヤから亡命してきたファデュイなのだよ。ファデュイだって？ファデュイ。道理でアウグステスには元素力が混じっていたわけですね。すでに気づいていたのか、シルバン。それならなおのこと隠す必要はない。アウグストゥスの花は邪眼の力を利用しねじ曲げ変異させて生まれた花なのだ。邪眼？ファデュイに邪眼。アウグストゥスの背後にそこまでの秘密が隠されていたなんて。邪眼から生まれたアウグストゥスには変異した元素力が秘められている。長年接触し続ければ人体に害を及ぼすのだ。もういい、あとは俺が話そう。イエレーナは改良を続けようとしてたんだ。だが香水ブームなんていつまで続くか誰にもわからないだろう。一般人には何の影響もないし、売り出すのが一晩でも遅くなればその分の儲けを逃すことになる。だからって中毒のリスクがあるかもしれないのに、それを売ったのかよ。そりゃ買い手が毒で倒れたら俺たちだって困る。ただ長期的に接触すれば害があると言われても、それは
イエレーナの推論に過ぎないし、影響だってごくわずかだ。エドガーみたいに大量に飲まされたり、元素力に対して特に敏感だったりしなければ、数十年使ったって問題はない。確かにフォンテーヌでアウグステスによる中毒事例は起きていません。ですが、中毒者が出なかったことと、危険と知りながらそれを隠して販売していたという事実は分けて考える必要があります。ふん。なるほど。道理で当時すんなりと経済犯罪を認めたのに、キリアさんとイェレーネさんのことは隠し続けていたわけです。ファデュイ、ジャガン、アウグステス、マレショーゼ・ファントムが捜査を続ければ、これらの証拠であなた方を一生メロピデ要塞に閉じ込めておけるでしょうね。スメールでキリアに命を狙われると分かってたら、ずっとメロピデ要塞にいたさ。ルシアンだって死なずに済んだ。もう何年もなりを潜めてたのに、俺とルシアンが出所した途端に動き始めた。あのガキ、俺たちを狙ってるに違いねえ。もともと人を殺せはしないはずのアウグステスのせいで死人が出た。絶対にあいつの仕業だ。キリアって人、そこまでお前たちを恨んでるのか。ではイェレーネさんの死はあなた方が企てたのですか？証拠を隠滅するために。当時その考えが浮かんだことは認める。市場に流通してたアウグステスは、俺たちが入念に策を講じて事実を隠した。イェレーナが身分を偽ってたことについても疑う奴はいなかった。ただ、マレショーゼ・ファントムがイェレーナの花畑を、アウグステスの花を調べれば、ジャガンのこともファデュイのことも、何もかもがバレちまう。でも俺たちが計画を立てる前に、イェレーナは自分で花畑に火を放ち、自分自身も燃やした。そんな、いくら証拠を隠滅するためだからって自分まで燃やす必要は。そうだぞ、花畑を燃やした後弟と一緒に逃げればよかっただろ。そのことは俺もずっと考えてた。それで今ようやく分かったんだ。彼女がそうしたのは全て弟キリアのためだってな。あいつらが亡命することになった原因の一つは、イェレーナがジャガンを使いすぎて体が持たなくなってたからだ。彼女は自分が死んだ後弟に同じ鉄を踏ませたくなかったのさ。フォンテーヌに来てからもジャガンを使ってアウグステスを育て続けてた。あいつの体はますます衰弱していき、ひどい時には動くことすらままならなかった。つまり彼女はキリアと一緒に逃げる際に自分が足手まといになるんじゃないかって心配してたんだな。素性がバレれば彼女と弟はスネージナヤとフォンテーヌの両国から罪に問われる。ジャガンの力を帯びたアウグステスの花だけじゃなく、ジャガンに侵されたイェレーナの体も嫌疑を招く要因になる。だからあいつは火を花と自分自身に放って灰にした。これらの手がかりを全て消し去り、弟に金を持たせて一人で逃げさせるためにな。アウグステスによってかき集めた富は燃えてなくなったのではなく、彼女がキリアさんに渡したのですね。大方はそうだろうな。あいつは生前、自分に何かあれば財産を弟に渡してくれと言ってた。俺たちの分まで持っていかれるとは思わなかったがな。俺とルシアンはキリアから金を、それからアウグステスの花を取り返したかった。まさかこれが全部あいつの仕掛けた罠だったとはな。でもキリアは、なんでお前たちに復讐するんだろう。お姉さんが自分から犠牲になったことを知らないのかな。イェレーナの寿命が長くなかったことを
彼は知らないはずだ。イエレーナは弟の前ではいつも厚化粧をし老いを隠していた。それに仕事の忙しさを理由に会うことを避け、動くことすらままならないという事実を隠していたんだ。それなら真実をキリアに教えてやれば復讐を諦めてくれるんじゃないか？それはないと思う。今の話を知ってもなお、お姉さんが邪眼を使ってたことをキリアは人のせいにするはずだ。アウグストゥスの花を育てるよう無理強いされてたとか言って、自分一人で復讐心を収めるのは難しいことだし、これだけ長い間一人で憎しみを抱えてたならなおさらだ。確かにな。それにイエレーナの死の原因が明らかになったとて、私自身自分が無実だとは思わない。エドガー、あんた何言ってんだ。シルバン、当時我々が目先の利益に飛びつき香水ブームに乗ろうとしなければ、イエレーナがここまでリスクを冒すことはなかったのではないか。欲に目がくらみ栽培面積を広げ続けなければ、イエレーナの体はああも早く衰えることはなかったのでは。恋に法を犯すことなくマレショーセ・ファントムに目をつけられていなければ、イエレーナはまだ生きていたのでは。ふん、自分の体のことはあいつが一番よく分かってた。短い命だってこともとっくに知ってたさ。ただただキリアに少しでも多くのモラを残してやりたいと考えて取った行動だ。俺たちはちょっと金儲けしようとしただけに過ぎない。いくらなんでも死んで償うほどの罪じゃないだろう。それに俺が主犯だったとしてもルシアンはどうだ。あいつは最初から最後まで俺の言うことを聞いて動いてただけだ。ルシアンが犯した過ちはどうしても命で償うしかなかったのか。私たちは審判官でもありませんから、その問いに答えることはできません。もういい。話すべきことは全て話した。フォンテーヌへ連れ帰って審判を受けさせるつもりならおとなしく従うさ。なんてこった。三人のフォンテーヌ人とスネージナヤ人がオルモス港で事件を起こしたとは。頭が痛い。今の状況じゃ教令員が人をよこすまで待つしかないな。それからフォンテーヌにも連絡する必要があるかもしれない。いずれにしても結論が出るのは明日だろう。やれやれ、博覧会のせいでオルモス港には今留置所がないのに困ったよ。ならばこのままこのホテルを使ってはどうかな。シャムさん、人手をよこして私とシルバンを見張ってくれ。とはいえシルバンの精神状態では逃げる気も起きないだろうし、私に至っては逃げたくとも体が動かない。エドガーさん、つまり？シルバンを国へ送り返して審判を受けさせるとなれば、私も自由の身とはいかないだろう。主犯だろうと従犯だろうと犯罪を犯したことに変わりはない。ただフォンテーヌへ帰る前に荷物をまとめて世話をしていた植物に別れを告げたいんだ。それからシルバン、君にも別れを言いたい人がいるだろう。シャムさん、この願いを叶えてくれるだろうか。分かった、教令員には伝えておこう。過去にどんな罪を犯したとしてもスメールに来てからのあなたはまともで人望の厚い善人だった。それくらいの望みなら叶えてやれる。シャムさん、心から礼を言う。
事件というと、またキリアさんが襲ってくるとか。そうだぞ。そいつがアウグストゥスを持ったってのは分かったけど、どうやってここへ来たのかは少しも分かってないんだぞ。もしまたエドガーとシルバンの命が狙われたら大変じゃないか。しかし考えてみると、むしろ彼の方が我々よりこの状況を利用してキリアをおびき寄せられれば、彼と話をするいい機会になるかもしれない。待ってください、先生、それは危険すぎます。そういうことかよ。明日には俺たちが連れて行かれると知れば、復讐を果たすには今夜しかないと考えるだろうな。つまりあんたは俺たちを餌にしてキリアを捕まえようって腹なわけだ。捕まえたいわけじゃない。私はただ彼ともう一度話がしたいんだ。どうした、彼が恐ろしいか。なんだと？俺にとっちゃルシアンの仇を取る絶好の機会だ。どのみち残りの人生は牢屋で過ごすことになるんだ。あいつは俺とルシアンの金を使い、ルシアンの命を奪ったんだぞ。その上自由の身だなんて見過ごせるかよ。ふん、危険かどうかなんてあんたらがちゃんと守ってくれるんなら心配しなくて済むだろう。確かに可能な手ではあるな。エドガーさんたちが明日ここを立つという情報を周辺に流せばいい。それから仲間をホテルの周辺に潜伏させて、君たちも助けてくれるとなれば成功率はより上がるだろう。それでも懸念は残りますが、皆さんの意志が固いのなら人手が多いに越したことはないでしょうから。私も手伝えるよ。だが見張りを置くとして、シルバンとは部屋を分けてもらいたい。部屋に他の人間がいると気づけばキリアは事を起こさないだろう。それにアウグストゥスの毒性を高めるために何か細工しているかもしれない。ああ、切羽詰まった時復讐のためなら無差別に使う可能性もあるってことか。そうなれば見張りだけでなく、オルモス港にいる無関係の人々まで危険にさらされる。ああ、だから他の皆さんには陰で見守っていただくのが一番。まだ完全に癒えてはいないんですから、部屋に戻って休んでください。置いた体ではままならないな。後のことは君たちに任せよう。あ、見張りの配置についてはまた後で相談しよう。グズグズしてる暇はない。手分けして情報を拡散しよう。聞いたか、エドガーさんが明日連行されるらしいぞ。そんな、まさか。うちの店のアロマは全部彼が作ってくれてたのに。うちの子も彫刻を習ってたのよ。まさかこんなことになるなんて。審判はまだなんだし、あることないこと推測するのは予想。どこもかしこもこの話で持ちきりだな。キリアがどこに隠れてたってきっと情報は耳に入ってるよな。ホテルへ戻って休もうぜ。ついでに他の人の様子も見に行こう。はっ、風よ散れ。
さんが後で旅人も一緒に夜の見張りについて相談したいってさ。わかりました、ありがとうございます。ですがその前にリラックス効果のあるハーブティーを用意したので召し上がってください。私はいいよ。夜はまだまだ長いですよ。常に張り詰めた状態でいるのはよくありません。先ほどから落ち着かない様子でしょう。気づかれちゃってたか。キリアさんの復讐について気になさっているようですね。よろしければ話してくださいませんか。それは、ヤッホー、エミリエ、これいい。オイラ邪魔しちゃったか。いや、いいんだ。お前たちがいてくれた方が話しやすい。実はずっと気になってたんだ。誰にも気づかれずに殺せるなら、キリアはなんで昨日の夜シルバンを殺さなかったんだ。兄弟は扉一枚隔てた隣同士の部屋にいたんだから、やろうと思えばできたはずだろ。シルバンを隣の部屋に連れて行って落ち着かせてた時、パニックになったあいつを見てふと思ったんだ。キリアはシルバンに肉親を失う苦しみを味わわせて、その後で復讐しようとしてるんじゃないかって。最初の日にエドガーを襲ったのは警告みたいなものだったってことか。まずは恐怖を植え付けるためみたいな。キリアさんに関するお話を聞いた限りではその可能性はとても高いですね。うん、この何年もの間お姉さんを失った後のキリアはどんな経験をして何を考えて生きてたんだろう。そう思うと、もし自分がキリアだったら、復讐を諦めるよう自分を説得することなんてできるのかなって。ごめん、こんなの間違ってるんだけど、どうしても考えちゃって。間違ってなんかいませんよ。人は共感する生き物なのですから。事件現場の清掃をする中で死者の遺族と幾度も顔を合わせてきました。泣き声や怒りの声が未だに耳にこびりついています。時には行く手を阻まれ、家族の最後の痕跡を消し去らないでくれと懇願されたこともありますけれど、こういった感情にとらわれていては正しい判断を下すのは困難になります。長く香りに包まれていると嗅覚が鈍るように、強烈な感情に浸り続ければ理性は覆い隠されてしまうのです。ですから私は感情移入すると同時に自分自身に問いかけ続けています。シルバン兄弟は本当に死に値するほどの罪を犯したのか、彼らはジャガンとファデュイについてどれくらい知っていたのか、イェレーネさんに無理強いしたのか、そうでなかったのか、これらの問いへの答えを手に入れるには証拠集めと審理に時間をかけねばなりません。一方で答えを埋もれさせるのは非常に簡単です。たった一度復讐を果たせばいいだけなのですから。私はフォンテーヌで数々の死を見てきました。人が死んだ後も様々な痕跡から推測できることはあります。しかし当事者がひとたび亡くなってしまえば、多くの真実は永遠に闇に葬られてしまいます。恨みに支配された人はそんなことまでなかなか想像できないだろうな。復讐を望む人にとっては正しいか正しくないかなんてそんなに重要じゃない。確かにそうですね。私たちがこんな風に問題を見据えることができるのも、彼らより理性的であるからではなく、単に幸運だからです。だからこそ、引き返せない事態となるのを避けるべく、外から彼らに力を貸すのが、私たちの役目だと思うのです。私もキリアさんの気持ちは理解できますが、
何とか止めたいという思いの方が勝ります。先生にもシルバンさんにも、そしてキリアさんにも生きていてほしい。幸運な人間と不運な人間か。エミリエ、旅人。あれ、エドガーさんもここに？お、二人ともどうしたんだ？っていうか、エドガーは部屋に戻って休むんじゃなかったのか？もう少し休んでなくていいのか？ああ、それは多少は体を動かしておいた方が回復も早いからね。それにここにいられるのもあとわずかだ。最後にここの植物を世話してやりたいんだ。何かお手伝いできることはありますか、先生？いや、大丈夫だ。思い入れのある子たちだからお別れを言っておきたい。明日からのことは君たちにお願いするよ。それよりシャムさんの方が大事な要件があるんじゃないか？あ、さっき言ってた夜の見張りの確認のことか。そうだ、部下を周辺各所に配置したが、シルバンの隣の部屋が空いてるんだ。ああ、話し合ったが、次はシルバンが襲われる可能性が最も高いと睨んでる。この中で誰よりも腕が立つのは君だろう。それにエミリエの知識があれば最悪の事態は未然に防げる。だから君たちにシルバンの隣の部屋を見張ってもらいたいんだ。とても合理的な配置だと思います。今夜はよろしくお願いしますね、旅人さん。俺たちは近くで室内を監視している。異常があればすぐに警報を出すからな。私も行き来する人たちを山から監視しておくよ。大丈夫、山林に関わる仕事はレンジャーに任せて。あんたらは隣の部屋を見張ってくれるんだろう。動きがないぞ。やっぱりもう復讐は諦めたのか。じゃあもう少し待ってみようぜ。本当に何一つ異常はないのか。さっきドアの隙間から隣を覗いたけど、シルバンは寝ちゃってたぞ。キリアさんの目的はシルバンさんに罪を告白させることだけだったんでしょうか。でもそれはおかしいですよね。服役させ続けたいだけなら当時マレショーゼファントムに告発すればよかったのですから。きっと何か見落としがあるのでしょう。何か極めて大切なこと。お茶でも飲んで落ち着かないか。この前のハーブティーはすごく美味しかったぞ。それもそうだな。じゃあ別のことで気を紛らわせようぜ。例えば花を見るとか。はっ、ここってルリユリもあるんだな。昼間は気づかなかったぜ。花、ルリユリ、お香。いけない、今すぐ隣の部屋へ。聞いたか、昨晩また人が襲われたってよ。あの二人組の商人のお兄さんですってね。確かシルバンだっけか。ひどい死に方だったってよ。
おとといはエドガーさん、昨日はルシアンって商人で。どうか落ち着いてくれ。公務執行中だ。ここには集まらないように。3日も経つけど犯人の影もつかめないなんて一体どういうことなの。まさか悪霊のたたりなんじゃ。そうでもなけりゃどうやってこれだけ大勢の目をかいくぐって犯行に及ぶんだよ。もう一度言う。ここに集まらないでくれ。どうやら次は私だな。そうなるとは限りません。先生の罪は死に値しないとキリアさんは考えているのかもしれませんよ。だから一昨日も殺さなかったのでは。一昨日は君がいなければとっくに死んでいたよ。その件だが、君にお礼を言うのをすっかり忘れていたね。たとえ私がいなくても、あの時はティナリさんもオルモス校にいましたから、助ける術はあったはずです。そうだろうか。だとしたら私は実に幸運だったな。素晴らしい教え子がいて気にかけてくれる友もいる。それに皆からの評判も悪くない。たとえ死んでも心残りはない。キリアは何もかも失った。イェレーナも仇も生きていたところで何の意味がある。そのあたりのことはキリアさんを捕まえてから本人に聞くしかありませんね。うん、うまくいくことを願うよ。エミリエ、もう一つ頼みたいことがある。これだけ大きな事件が起きたからにはもう花の博覧会は開催できないかもしれない。だが故郷から遥かな旅路をたどってここへ集められた花たちをこの地でただ枯れさせるわけにはいかない。このあと私は殺されるにしろ、フォンテーヌへ送還されて審判を受けるにしろ、あの子たちの世話はできなくなる。面倒事であることは百も承知だが、あの子たちのことを頼めないか。お任せください先生。受けてくれるか。よかった。これで安心して行ける。シャムさんから質問があるそうなので、この辺りで失礼いたします。ああ、行きたまえ。彼はせっかちだから、あまり待たせない方がいい。すみません、先生。結局徹夜だぜ。エミリエの計画がうまくいくといいな。コレイは心配で落ち着かないみたいだぞ。話しかけに行くか。エミリエ、遅い。まさか危険な目に遭ってないよな。うん、それもそうか。旅人、言われた通り噂を流して外に集まってきた人たちも解散させたが、一体どういうことなんだ。昨日の夜エミリエの計画を聞いて材料を準備し人員を手配したが、それだけでもうてんてこまいだ。正直まだよく分かってないんだが、犯人は一体どうやって
夜中に犯行に及んだんだ。重要な手がかりはずっとオイラたちの目の前にあったんだぜ。ひひ犯人がどこへアウグストゥスを隠したか種明かししに行こうぜ。正直私もざっくり理解してるだけで細かいところはよく分かってない。つまり全く理解できてないのは俺だけってことか。あ、それだ。ルリユリ？それならちょっとは聞いたことがある。リーユエから来た花だろう。ではルリユリが夜に花開き昼には閉じるのをご存知ですか？あ、エミリエ、おかえり。ええ、何もかも想定通りです。夜に咲き、昼は閉じる。ああ、それならスメールのサウマラタハスと同じだ。はい、ですがサウマラタハスは花が閉じた時の花びら同士の隙間が大きすぎてこの手口には向きません。そこでキリアさんはあえてルリユリを選んで仕掛けを用意しアウグステスを。植木鉢に流し込めば土に染み込んでアウグステスの効果はなくなってしまう。花びらの縁がちょっとネバネバしてる。おなじみのあの素材かな。スライムの液体で花びらに封をしたんだ。そうすれば昼間のルリユリどこかに塗りつけたんだとしたら。そう、彼は希釈したスライムの液体を使って花びら同士をくっつけ花の中にアウグステスを隠したのです。そうすれば昼の間は花びらの隙間からアウグステスが揮発することはないので誰にも気づかれずに毒を仕込むことができます。そして夜になると希釈したスライムの液体の粘性ではルリユリの開花を止めることはできません。そうすると被害者は花びらの中に隠されたアウグストゥスを吸ってしまい。つまりキリアは夜中に部屋に忍び込むことなく復讐を果たしたってことか。夜が明ける頃にはアウグストゥスは揮発して薄くなり残った香りも花の香りで覆い隠されます。そしてルリユリの花はまた閉じる。待ってくれ。それならアウグストゥスはほんの少量でも致死量に達してしまうほど毒性が強くなってるはずだろう。だが一昨日にアウグストゥスを一瓶丸ごと飲んだエドガーさんは命を落としていないぞ。アウグストゥスの毒性は変わっていませんよ。十数年前も今も全く同じです。ただごく少数にとっては非常に大きな影響があるというだけです。それは元素力の影響を受けやすい人たちということだな。シルバンとルシアンはたまたまアウグストゥスアレルギーだったのか。いや、だが彼ら自身もそれで商売をしていたんだからアレルギーだとしたら何年も前に分かっていたに違いない。より厳密に言えばアレルギーではなく感じやすさの問題なのですが、それは重要なことではありません。彼はある手段を用いて誰にも気づかれないうちに二人を元素力に影響されやすい体質に変えていた。そう理解してくださればいいでしょう。前にフォンテーヌで原始大海の水を飲んだ時は水元素の感知力が高まった。でも錬金術で作られる様々なオイルも元素との親和力。お香のあの匂い、どこかで嗅いだことがあるような気がした。スメールの学者の中には森での修行で錬金術で製造されるオイルや以前フォンテーヌで大騒動を引き起こした原始大海の水には元素力の感知能力を高める作用があります。スメールに来たばかりの頃は
あれのせいでひどい目にあったよな。ああ、私もだ。しっかり覚えてる。室内でお香を焚くのはスメールでは珍しいことではないですから、疑いも抱かせにくい。花の香りは一臭を隠すのにも使えます。ここでも花を使ったのか。たまたまリーユへの瑠璃売りがスメールにあっても不思議じゃない。花の博覧会が行われるこのタイミングを利用したんだな。いいえ、たまたまなどではありません。だから大金をはたいてホテルを借りたのか。でもそのお金ってイエレーナが彼に残したものなんだよな。キリアが自由に生きられるようにって。それが結局復讐の道具になっちゃったのか。フォンテーヌの法医学者たちはいつもこう言います。人が通った後には必ず痕跡が残る。しかし今に至るまでキリアの痕跡は何一つ見つかっていません。何の跡も残さず移動していたわけではなく、ましてや悪霊のたたりなどでもありません。彼はずっと別人になりすましていたのです。ホテルに部屋を取るための大金、アウグストゥスの花の栽培法、それからなりすましの手段、イェレーナから遺産を相続した。ルリウリにこんな手の込んだ仕掛けをし、事前にパラハームを置いた上でシルバンたちを宿泊させた。こんなことができるのは。キリアはエドガーなんだ。それってでもキリアは当時10代そこそこだった。今だって40にもなっていないはずだろう。エドガーさんはここで長年暮らしてきたわけだし、見た目を変えたところで完全に素性を隠すなんて不可能じゃないか。大変よ、エドガーさんが襲われた。なんだって。ついさっき彼の部屋から黒い影が出てきたの。怪しい匂いがプンプンしてたわ。あっという間に消えたから捕まえ損ねちゃったけど、まるで幽霊みたいに素早かった。で、私たちが中に入ってみたらエドガーさんの姿がなかったの。キリアがエドガーさんを誘拐したのかしら。もう一度よく思い出してみろ。その影はエドガーさん本人じゃなかったか。ええ、エドガーさんは弱ってたんだから、あんなに素早く動けるはずないわ。どうやら先生は使うべきでない力を使ったようですね。そんな、今の状態でそんなことをしたら。だが、すでに復讐は果たしたんじゃないのか。いいえ、復讐のターゲットがイェレーネさんを死なせた全ての人間なのであれば。昨日の時点ではシルバンを生かしておいたのが苦しみを与えるためではなく、単に姉の死の真相を聞き出すためだったとしたら。ターゲットはあと一人です。黒い影はリフトの方へ去っていったわ。仲間が慌ててすぐに追いかけたんだけど。まだ何も起きていないといいのですが。私たちも急ぎましょう。